はい、皆さんコンチャスムンスケです。キリシタン武将ランキングやっていきます。50位は内藤ジョアン、洗礼名はジョアン。キリシタン追放令によりマニラに追放されてしまった系キリシタン武将。49位は伊達家家臣長谷倉常長、洗礼名はドン・フィリッポ・フランシスコ。慶長剣王使節団を率いた系キリシタン武将。48位は坂崎直盛、元の名は浮田明家、洗礼名はパウロ。大阪城落城の際に千姫を救出した系キリシタン武将。47位は大村家12代当主大村住忠、洗礼名はドン・パルトロメオ。日本初のキリシタン大名がランクイン。46位は松永家家臣結城忠政、洗礼名は安里家。緑の羽織が欧風の畿内での最初期キリシタン武将。45位は松楽家重臣小手田康政、洗礼名はルイス。十字架のロザリオがキリシタン感むき出し系武将。44位は大村住忠の嫡男大村義崎、洗礼名はドン・サンチョ。帰郷の末にキリスト教を厳しく取り締まった系キリシタン武将。43位は大村家に従属していた長崎住影、洗礼名はベルナルド。ロザリオを装備している系キリシタン武将。42位は織田家家臣高山智輝、洗礼名はダリオ。結城忠政と同じく畿内での最初期キリシタン武将。41位は松良家28代当主で禁教令に従い帰郷した松良隆信、イギリス人にバカ殿と呼ばれていたかわいそう系キリシタン武将。40位は織田家家臣京極隆義の嫡男京極隆次、自身は晩年に受選した両親兄弟ともにキリシタン系武将。39位は織田家家臣京極隆義の次男京極隆友、両親兄弟ともにキリシタンの丹後藩初代藩主系キリシタン武将。38位は小西行長の弟小西行景、洗礼名はジョアン。関ヶ原の戦いの際宇土城にて籠城戦を繰り広げた系キリシタン武将。37位は松田家家臣で小手田康政の嫡男小手田康常、洗礼名はアントニオ。日本におけるキリシタンの礎と仰がれた系武将。36位は大友宗麟の嫡男で22代当主大友義宗、洗礼名はコンスタンチノ。秀吉の禁教令により帰郷した系キリシタン大名。35位は有馬義貞の次男有馬晴信、洗礼名はドン・プロタジオ。日野江藩初代藩主で天正剣王少年使節団を派遣した系キリシタン武将。34位は有馬家12代当主有馬義貞、洗礼名はドン・アンドレス。キリシタンではない父に一時追放されてしまっていた系キリシタン武将。33位は伊藤義方、洗礼名はバルトロメオ。大友宗麟の影響で受選した飛騨襟が可愛らしい系キリシタン武将。32位は大友宗麟の三男俵親盛、洗礼名はアンタレアン。こちらは少し豪華な飛騨襟装着のおされ系キリシタン武将。31位は六角家15代当主六角上帝、信長に滅ぼされた後に救いを求めて受選した実はキューバの名手系キリシタン武将。30位は毛利家家臣熊谷元直、洗礼名はメルキオル。帰郷令を拒絶しキリスト教信者たちの庇護者になった系キリシタン武将。29位は小早川秀明の兄で若狭少将木下和俊、洗礼名はペテロ。家人長少子として公明系キリシタン武将。28位は天正剣王少年使節団の一人千々和ミゲル、剣王使節団で唯一帰郷した服装がかなり欧風のキリシタン武将。27位は浮田家家臣長船綱直、内政手腕に優れ国政を担った見た目はキリシタン感少なめ武将。26位は豊臣家家臣寺沢広隆、洗礼名はアゴスティーニョ。帰郷後は積極的にキリシタン弾圧を行った拷問までしてしまう系武将。25位は伊賀上野藩主筒井定次、かくまったキリシタンの影響を受けて受選したルイス・フライスから人格の優れた人物と評された系キリシタン武将。24位は魔王信長の弟織田浦久、洗礼名はジョアン。浦久ジョアンと号していた茶人として有名系池キリシタン武将。23位は魔王信長の孫織田秀信、洗礼名はペトロ。清須会議にて秀吉に担がれた妖名三法師の方が有名系キリシタン大名。22位は豊臣家家臣田中義政、洗礼名はバルトロメオ。仏教とキリスト教の両方を信仰していた関ヶ原合戦で石田三成を捕らえた系キリシタン武将。
21は大友家21大当主大友総理、洗礼名はドン・フランシスコ、ロザリオと左襟装備の文豪の王と称された家、超有名キリシタン大名。20位は高継高友の父、京極高吉、妻と共に洗礼を受けたがその数日後に急死してしまった家、キリシタン武将。19位は細川藤孝の次男、細川沖本、養子である沖明とその母が羅者の影響を受けて受選した茶色鎧兜に似合う系キリシタン武将。18位は細川忠興の次男、細川沖明、洗礼名はジョアン、幼少期に母により洗礼を受けたとされる大阪の陣にも参戦した系キリシタン武将。17位は蒲生家家臣岡早苗、私財で教会や学校を建て布教に励んだとされるばらまいた金の上で寝るのが好き系の池キリシタン武将。16位は田中義政の四男で柳川藩二代藩主田中忠政、派手な服装と十字架のロザリオがゴージャス系池キリシタン武将。15位はキリシタン武将高山智輝の嫡男高山右近、洗礼名はドンジュスト、桔梗を拒み内藤上安らと共にマニラに追放されてしまった系池キリシタン。14位は土佐一条家五代当主一条兼定、洗礼名はドンパウロ、岐阜大友総理の影響で受選した池キリシタン公家大名。13位は毛利家家臣で佐伯藩初代藩主毛利高政、元は森姓を名乗っていた桔梗と新京を繰り返した系池キリシタン武将。12位は蜂須賀小六の義兄弟で豊臣家重臣前野長安、馬術や武勇に優れていた秀吉の命令で帰京させられた系池キリシタン武将。11位は豊臣秀吉の軍師黒田官兵衛、洗礼名はドン・シメオン、高山右近の勧めで受選した臨終の際胸の上にロザリオを置いた系池キリシタン武将。10位は豊臣家家臣小西行長、洗礼名はアウグスティヌス、関ヶ原の合戦後切腹を拒んで刑に処された左襟でかい系池キリシタン武将。9位は毛利元就の九男小早川秀兼、洗礼名は島尾、兄小早川高影の養子となった立花宗茂と義兄弟の契りを交わした系池切りシタン武将。8位は蜂須賀小六の嫡男蜂須賀家政、阿波の大名で阿波踊りを発祥させたとされる関ヶ原では東軍に属した武断派池切りシタン武将。7位は宗家20代当主宗義俊、洗礼名はダリオ、岐阜小西行長の影響で受選したが関ヶ原後に妻と離縁し帰郷した系池切りシタン武将。6位は河内の守護大名畠山高政、三好実機を討ち取ったとされる晩年受選していた系池切りシタン武将。5位は島原の乱の指導者天草四郎、洗礼名はフランシスコ、左襟着用なのにかっこいいイケメンランキングにも登場した系池切りシタン武将。4位は大阪五人衆の一人明石照澄、洗礼名はジュスト、甲冑の上からロザリオ着用、襟立てちゃってる池王子系池切りシタン武将。3位は黒田女帥の嫡男黒田長政、洗礼名はダミアン、バテレン追放令により父と共に帰郷した池王子系池切りシタン武将。2位は魔王信長の娘婿蒲生氏郷、洗礼名はレオン、千の利休に支持した茶人であり戦では常に戦闘を進む系イケメン切りシタン武将。そして栄えある第1位は最強イケメン志賀親嗣です。洗礼名はドンパウロ、手にしたロザリオもかっこいい、実は95歳まで生きたとされる反則級のイケキリシタン武将です。ここでランクインしてない人物を2名紹介します。番外編の1人目は天正剣王少年使節団の首席正史伊藤万書君です。本名は伊藤助益、ほんまに少年、左のサイズも小さめで可愛い。番外編の2人目は十人力の合力と呼ばれた安家です。出身がモザンビークということで統計調べました。一番信仰されているのが 40% でキリスト教だったので一応キリシタンとして登場させました。はい、いかがでしたでしょうか。イケキリシタン武将ランキング50位から紹介してきましたが、イケてる顔グラを持ってるのは半数ぐらいかなという印象でした。上位陣に関しては文句なしなのではないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。次回のランキングはいかつい顔グラ武将ランキングを予定しております。ではまた別の動画でお会いしましょう。ムンスケでした。アリアッスー。